せやから何度も言うとるやろがい。福岡は九州で一番栄えとる都市や。あそこに行けば必ず誰かがおるはずやねんて。あれ、関西って社会が苦手だったはずじゃ。さすがに福岡ぐらいは知っとるわ。球団の本拠地があるからね。だが関西、我々の目的地は東京だ。東京へと至る最短ルートは大分から愛媛に渡り四国を横断するもの。福岡に行けば遠回りになる。確かにそうだけど、私たちの目的は東京に帰ることじゃないわ。東京がどうなってるかを知ること。うん、よくよく考えてみたら歩いて東京まで帰る必要なんてないんだよね。どこかで大人たちを見つけてその人たちに保護してもらえばいいんだ。そしたら東京がどうなってるかもわかるし、警察とか自衛隊とかきっとその手の人たちが東京まで連れてってくれるはず。ちゅうわけでまずは大人たちを見つけるのが先決。そのためには人がぎょうさんおる福岡に行くべきで。でも福岡に行っても大人たちに会えるとは限らないし。だけど可能性は高いでしょ。大分なんてど田舎に行くよりも。大分のこと侮辱したな。そういえばパイ、大分の出身だったね。所在地の大分市はトレンディーな大都会なんだから。あ、信号だってたくさんあるし。ちょっと大分派のみんなも何とか言ってよ。すまんな、パイ。自分に嘘をつくことは。こんな。これで結論は出たわね。あ、目的地は福岡で決まりや。待て、それとこれとは話は別だ。僕も最短ルートの大分を押すよ。なるべく歩きたくないし。福岡にはうどん、もつ鍋、明太子もあるじゃで。それから豚骨ラーメンもね。あ、だったらやっぱり大分だよ。僕、食べ物の中で豚骨だけは苦手なんだ。バニラも絶対大分がいいな。大分には温泉もたくさんあるし、お肌ピッチピチになりたいから。なんで大分なんか。だから豚骨の匂いが嫌いなんだよ。温泉の方が臭いでしょ。わー、また大分をバカにした。お前ら福岡ドーム見たくないんか。見るべきなのは高崎山の溶岩ドームだろう。福岡には有名なゲーム会社もあって。そんなの関係ないでしょ。レイチョは？お前はどちらに行くべきだと？
なんでそうなんねん。そういえばまだポチの意見を聞いてなかったな。ん、僕ポチは絶対福岡を選ぶわ。だって福岡は魅力あふれる大人の街だもの。だからね、わかるでしょう。僕はね、一緒に行きましょうよポチ。僕はね、福岡を選ぶよ。はい、これにて終了。もはや議論の余地は。待て、一人忘れてないか。兄貴、あんたは我が道を行くんじゃなかったっけ。ああ、そのつもりだったが、気がか、俺は大分に一票を投じる。いや、別に俺はパイが大分派だから大分を選んだわけじゃなく。ああ、なるほど、そういうこと。え、そういうことってどういうことや。ったく、男子って鈍いんだから。え、とにかくこれでわからなくなったな。このままじゃ平行線だね。うん、ほな、しゃあないな。こっから先は別行動や。え、わいらは誰が何と言おうと福岡に行く。そやから、お前らはお前らで勝手にしたらええわ。そんな。ほなな。ちょっと待ってよ関西。十五、ニョロ、タッチェン、こっちまで行っちゃうの？ねえ、待っててば。行っちゃったね。どうせ引き止めても無駄だろう。ま、そのうちトランシーバーで連絡が来るさ。やっぱお前らのことが心配やから面倒を見たることにするわ、とか言ってな。とにかく俺たちも移動しよう。目的地は大分だ。行くぞ。予定の日数をはるかにオーバーしている。それもこれもモーちゃん、お前のせいだからな。お前が食べ物の匂いを嗅ぐたびに道をそれていっちまうから。ごめん、別にモーちゃんが謝ることないよ。そもそもお前歩くのだって遅いんだし、一体そのリュックの中何が入ってんだよ。スコーン、ドンタコス、ドリンキー、それからカラムーチョにスッパムーチョでしょ。全部お菓子じゃねえか。全部じゃないよ、鹿児島で見つけた桃だって入ってるんだから。とっくに腐ってんだろうが、捨てちまえよ。そんな。本当にごめんね。いつも僕、みんなの足を頬張ってばかりで。食うな食うな、引っ張るだろ。出汁でマトを煮込んじ
ゃって足手まといになっちゃってな。別に足手まといなんかじゃないよ。ああ、気にすることはない。福岡派の連中がいなくてよかったな。関西、中古、ニョロ、タッツン、それからポチコ、みんな今頃どうしてるんだろう。そういえば別れてからだいぶ経つのに。このトランシーバーの電波が届く範囲はせいぜい半径数キロ程度。あいつらがそのまま福岡を目指しているなら連絡を取り合うのは不可能だ。ま、連中のことは別に気にすることはねえだろ。あいつらがのたれ死のうと何しようと知ったこっちゃねえし。兄貴、なんでそんなにピリピリしてるの？いくら疲れているとはいえ、八つあたりは感心しないな。は。だがそのイライラも間もなく解消されるだろう。そろそろ目的地の別府温泉だ。やはりこの町も同じか。誰もいないみたいだね。鹿児島で見たあのでっかい植物、みんなあいつらに食われちまったんじゃねえか。無神経にも程があるぞ。パイはこの町で生まれ育ったんだ、知ってるでしょ。そうなのか。大分県の出身ってのは知ってたが、まさかこの町とは。すまん。ううん、大丈夫だよ。生まれ故郷の町がこんな風になっちゃったのは確かにショックだけど、でも私の家族はみんな東京にいるし。そうか。まあその東京も今はどうなっちゃってるかわからないけど、とにかく人を探してみよう。さっきはあんなことを言っちまったが、まだ誰もいないと決まったわけじゃねえし。うん、そうだね。では前と同じように三つのチームに分かれて。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。一応三つに分かれたが、レイチはグーチーム、私とジェンヌはチョキチームで、バニラとお兄ちゃんはパーチームね。兄貴、異論はないか？全く問題ない。お兄ちゃんのことなら任せといて、バニラがちゃんと面倒見るから。では早速だが行動開始だ。何か見つけたらトランシーバーで連絡を。了解。それじゃあレイチョ、僕らも行こうか。まずはどの辺から？今のはパイの。レイちゃん、モーちゃん、大変なことになった。何があったの？見ろ、あそこだ。うにゃー！
つの母親だ。ダンゴムシだろ、どっからどう見ても。なんでこんなに大きいのさ。理由はわからん。鹿児島の植物と同じで突然変異を起こしたのかも。で、パイはどうして。ああ、こいつを見つけた私は思わず浮かれてしまってな。それでツンツンして丸める遊びをしていたら、こいつの母親を怒らせてしまったらしく。いや、もしかしたら父親かもしれないが。どっちでもいいよ。とにかくそれでパイは捕まっちゃったんだね。ああ。どうするも何も、あいつを止める以外に手はあるまい。三人で力を合わせればきっと。行くぞ。いや、ちょっと待っ。わのーちゃん、お前。ごめん。足がすくんで動けなくて。お願い、のーちゃん、なんとかして。なんとかって言われても。相変わらずモーちゃんは臆病ね。本当の勇者っちゅうのはな、身の危険も顧みずに仲間を。そうか、もしかしたら。お前に激突した衝撃で弾き飛ばされて遠くの方へ。そんな。ところで今のは何だ。お前の体一瞬にして鉄みたいに硬くなったように見えたが。実は鹿児島でも同じようなことがあって。そういえばあの遊園地でレイちゃん。まあいい、今はそれよりもパイだ。どうにかして。でもさっきのダンゴムシ、他にもうようよといるかも。大丈夫、お前らの力があればきっとなんとかなる。僕らの力。ああ、レイちゃんの投擲能力とモーちゃんの効果能力のことだ。僕にできるかな。できるさ。宝石塚の言葉にもこんなものがある。何事もできると思えばできる。なんかそのまんまだね。さあ、とにかく行くぞ。あのダンゴムシを追うんだ。ダンゴムシ、ウィズパイが飛んでいったのはあっちの方だ。わかった、行ってみよう。
貝をさらったダンゴムシとは違うようだが。レイチョ、僕に任せて。モアちゃん、行くぞ、僕がやっつけてやる。レイチの投擲能力もな。まあ何にせよ、この先も二人の力が必要になりそうだ。引き続きよろしく頼んだぞ。うん、任せてよ。もし固まったまま戻れなくなっても安心しろ。私の知り合いにボーリング場の支配人がいるから。その末路は想像したくないけど頑張るよ。ん？ちょっといいか。急いで追いかけるぞ。
どうする？よーし。そんな。礼ならモーちゃんに言ってくれ。モーちゃんの力がなければここまでたどり着けはしなかっただろうからな。ありがとね、モーちゃん。もう一生モーちゃんには頭を向けて寝られないよ。そんな大げさだよ。というか頭ではなく足だろ。あ、そういえば途中でこんなの拾ったんだ。それ携帯電話ってやつだよね。僕こうして間近で見るのって初めてだよ。両親は持ってないのか？携帯なんて持つ必要ない、公衆電話で十分だって。うん、
かくいう私も実は扱ったことがなくてな。レイチョ、使い方はわかるか？そうか。ならばむやみに触るのはやめておこう。壊してしまっては元も子もないからな。ばかりの僕でもみんなの役に立てるって教えてくれたから。こいつ。まったく、モーちゃんは可愛いな。もうやめ。ったく、やっと戻ってきやがったか。ごめん、ちょっとダンゴムシにさらわれちゃって。は？記憶喪失の次は幻覚か。勘弁してくれ。話すと長いんだ。説明は後でするよ。じゃ、温泉にでも入りながらゆっくりと聞かせてもらうとするか。ここは温泉で有名な町、別府でしょ。残念ながら人はどこにもいなかったが、代わりに人を見つけてな。そこに入るの？みんなで一緒に。バカ、別に混浴とかじゃねえから。当たり前じゃん、男湯と女湯は別々だよ。そういうことなら、うん、私も大賛成だよ。
私の町のお湯、みんなにも経験してもらいたいから。長旅で疲れも溜まってるしね。うん、のんびりと温泉に浸かって疲れを癒そうじゃねえか。うん、そうと決まれば早速。パイ、私が背中を流してやろう。想像したでしょ。もうレイチョったら見かけによらずおませさんなんだから。さ、とにかく行こうよ。その人とやらに案内してくれ。